わあ、すごく素敵な景色だな。彼は秋田けし、通称秋くん。探検と野菜が大好きな武士。矢野三山の一つとして挙げられる江下山からの景色だ。矢野、彼女は親のちゃん、秋く矢野で生まれた女の子。チャームポイントは矢野の伝統産品の鴨地を使った髪型。今日はこの江下山の魅力を一緒に探っていく矢野。それじゃあ早速出発。江下山山頂付近には広場があるやの。まずはそこを目指すやの。麓から広場までどれぐらいかかるのかな。車でも大丈夫？車だと10分ぐらいやの。広場には15台分の駐車場もあるやの。なるほど。じゃあ誰でも気軽に行けるね。さて着いたやの。まずは広場内の設備を紹介するやの。江下山頂上広場には男性用、女性用のほかバリアフリートイレが設置されています。椅子と机が配備された東屋も設置されており、景色を見ながら休憩できます。それじゃあ次は少し広場内を歩いてみるやの。おやのちゃん、江下山ってどのぐらいの高さなの？江下山は標高593メートルの山だやの。だから綺麗な景色が見られるんだね。そうやの。天気がいい日は広島市中心部や広島湾の島々まで見られるやの。ほら見てやの。うわー、とっても綺麗だね。ぜひみんなにこの景色を見に来てほしいやの。でも、江下山は山頂だけではないやの。江下山には何種類もの登山道があります。中国自然歩道や遊歩道も整備されているため、いろいろなコースを楽しめます。ランドマークにもなっている出入り塔や各所にある東屋、さまざまな角度からの展望スポットを見つけられます。江下山は夜景が綺麗なことでも有名です。特に視界が開ける江下山頂上広場は広島湾周辺の大パノラマが広がる絶景ポイント。山頂付近の駐車場では車の中からその眺望を楽しめます。最後にドローンの空撮映像をお楽しみください。だったかな。楽しんでくれたやの。次はあなたが江下山の魅力を見つけてね。